僭越なんですけども、私の方から磯崎自動車工業株式会社様のについて、説明させていただきたいなと思ってますので、ぜひ選手の皆さんはこういう企業様にご支援いただいて今サッカーできているということをぜひ感じてもらえたらありがたいなと思っています、はい、サッカー選手として必要な能力というところで、サッカーをやる限りにおいてはこれ一番目の専門性というのは大事です。ただですね、我々が実は重視しているのはその下の2つでして、ここをですね、ある種の人間力というふうにして定義しています。ポータブルスキルというのはまさしくポータブル、どこにでも持ち運びできる力です。なのでおそらくここの能力っていうのは、磯崎自動車の社員の皆様も選手 のみんなも、ここは例えばですけど高いっていう部分においてはおそらくいいです。ここはこの後ちょっとグループワークをしますけれども、で、この下の我々この下段の2つというところも非常に大事にしたクラブですよということは思っています。で練習後ですね、選手の皆さんでスタッフの皆さん、こういう研修で来ていただいて本当にありがとうございます。で磯崎自動車の社員もですね、多分今回貴重な体験をさせていただいて、改めて多分なんていうんですかね、会社で働く人とこういうプロでプロのサッカー選手として働く人の世界観っていうのが多分初めて分かったんじゃないのかなと思って、こういうなんか意外と全然違う世界にいるような人だけれども、意外となんていうんですかね、こうやって話してみると目指してる先は一緒というか、なんとなくだけど目指してる方向性は一緒なっていうのがよく分かったんじゃないかなと思うので、ぜひなんか今回の研修をきっかけに今度7月5日19時でキックオフということで磯崎自動車のサンクスマッチもありますので、こうやって社員の皆さんと選手の皆さんと、スタッフの皆さんと一緒にサンクスマッチを大いに盛り上げていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。この講義を受ける前はサッカー選手の方たちは遠い存在だと思っていたんですけども、一緒にグループワークをしていく中で目指すところは同じ、私たちと同じところだったり、そういったことが分かったので、この近しい存在、サッカー選手の方とは近しい存在だなっていうことに気づきました。以上です。はい、ミッション、ビジョン、バリューという言葉が印象に残っていまして、そのミッションがあることによって、その自分が目標とする、自分の目標にも向かってそう進んでいくっていうことが大事だなって思いました。はい、今回の検証を通してやっぱり周りのことをよく見たり、よく見て自分で考えて行動するなどをしっかり教わりましたので、これから仕事だと思うんですけども、仕事の時に周りのことをよく見て自分で行動できるようになりたいと思います。以上です。